今回は皆さんに募集をさせていただいた比較を行いたいんですが、ツイッターですね、私ども公式ツイッターアカウントを持っているんですが、それでですね、毎日平日ですね、出題をしております保育所保育指針の3択問題から間違いが多かった問題を振り返ってみていきたいと思います。 またですね、あの土日に出題しております音楽理論のコードネームの問題を最後に出題したいと思います。次の問題はこちらです。この問題は20秒で解いてください。 こちらの正解は2番の興味や好奇心でした。やはり興味や関心を選ばれた方が多かったのが特徴です。こちら入児保育とあります。この入児保育では、狙いに様々なものに興味や関心を持つという言葉がありますが、他の2つは興味や好奇心という言葉が入ります。他の年齢では好奇心や探求心という語句が入ることがあります。 次の問題はこちらです。正解は三の身の回りのものでした。こちら。 身近なものを選ばれた方が多かったと思います。こちら、狙いからなのですけれども、狙いというのは保育の目標をより具体化したものです。身近なものではなく、より具体化されたもの。このように覚えていただくと良いと思います。まあ、さらにもう少しこう具体化とすると、この身の回りのものに何があるかというと、玩具、生活用具、絵本、 など、内容でより具体化されています。次の問題はこちらです。 正解は認識でした。認識という言葉ははっきりと見分け判断するという意味があります。この感知という言葉と反応は保育所保育士心には出てこない単語でした。次の問題はこちらです。 正解は3の食卓医でした。こちらはやはりこの保護者を選ばれた方が多かった問題です。こちらは3章とありますけれども3章は健康及び安全に示す事項となっています。次の問題はこちらです。 正解は1の生活の安定でした。2の生命の保持。そして3の情緒の安定。こちらは保育所保育指針で必ず出てくると言っていい言葉でした。なのでこの生活の安定というのはやはりこう選びにくかったと思います。で、こちらの生活の安定なんですけれどもこの文章にしか出てきません。のでこの文章しっかり覚えておいてください。 次の問題はこちらです。正解は三の状態でした。 こちら、やはりこの発達を選ばれた方が多かった問題になります。この発達、よく出てきますよね。この発達というのは、歩いたりお話ができるようになること。このようなことを発達と言ったりします。この中で、この睡眠、また身の回りを清潔にすることっていうのは、また発達という言葉と完全に一致するかというと少し難しいかもしれません。こういう状態という方が正解。 に近いのではないでしょうか。このように指針の頭から読んで、いつも見ている、あ、発達だとすぐに選ばないように気をつけましょう。次の問題はこちらです。 正解は2の生活経験でした。この1の生活リズム、生活リズムという言葉では出てきません。生活のリズムという言葉が保育者保育指針では出てきます。生活のリズムという言葉は多くありまして、ご推や時間などの言葉が文章中にあることが多いです。 この2番の生活経験に関しては、3箇所中2箇所はこの家庭でのですね、こちらが前につくというところもポイントになります。この生活経験という言葉もしっかり押さえておきましょう。こちらが最後の問題になります。この問題は60秒で解いてください。 正解は2でした。こちらは少し細かく解説させていただきます。まず選択肢を見たときに、同じこの管の間に入っていて、一つだけ線のもの。まあ、もしくは線だけ、管だけという一つだけ違うものを見つけましょう。その音を1オクターブ下に持ってきたもの。そちらがこの基本形になります。 基本形に直してからコードの種類を選びましょう。今回はメジャーコードということでしたので、基本形の一番下のコモンから始めて、鍵盤で5つ、それに4つを足したもの。これがメジャーコードでした。死のフラットですので、5の1個下。これが死のフラットの1です。ここを1と数えて、1、2、3、4、5。レの音ですね。 そして、ここをまた1と数えて、1、2、3、4、ファ。こちらは5と4の組み合わせなので、B フラットということで、こちらがメジャーコードでした。こちら、シレファ。1番の問題は、B ディミニッシュ。そして、最後の3番。こちらは、B マイナーです。 b d ミニシュは4足す4、B マイナーは4足す5。音の積み重ね方をしっかり覚えましょう。さあ今回の比較は以上になりますが、タケさんいかがだったでしょうか。やっぱりこう似たような語句が多いと迷いますよね。そうですね。うん やっぱりこう覚える時になんとなく覚えていると「あれこれのこの言葉もあったかもしれない」とかあと「法律」で使った用語とこうごっちゃになってしまって「あれあったような気がする」で選ぶのが大変でした。ははいこの、まあ、実際のですね試験は あの、もっと文章も長くなってますし、うん、えー、リード文も、あの、しっかりあるので。まあ、その中に、あの、ヒントが散りばめられていることもよくあると思うんですね。うん、なので、実際の試験では、そういったヒントをですね、しっかりとキャッチできるようにしていけたらいいですよね。うん、やっぱり、年齢とか大事ですよね。乳児と三歳では、やっぱり全然違うじゃないですか。すね、まあ、そういうのをリード文からね、しっかり読み解くっていうことは大事だと思います。 毎日土日を含めツイッターに問題を投稿しています概要欄にツイッターのリンクがございますのでぜひご覧ください今回の企画は以上になります合格に向けて頑張りましょう